どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。今回はですね、こちら審査6について研究していきたいと思います。こちらのプロテインね、もう有名すぎて皆さん知ってるよっていう感じだと思うんですが、正直ね、研究としては今更感あるんですが、僕は実は飲んだことがありません。で、実際はですね、結構前にこれ買っていたんですが、買ってから気づいたんですね。まあいろんなね、こう審査6も種類があるみたいなんですが、僕が購入したのがこちらのウルトラプレミアムプロテインマトリックスっていうね、名前だけでバルクアップしそうな気がしますっていうようなプロテインを購入したんですが、これね、買ってから気づいたんですがね、200キロカロリーあるんですね。かなり高カロリープロテインとなっております。ちょっと前まで僕はダイエットしていたので、その時にはね、やっぱ飲めないかなと思って、まあ、ずっと置いときました。未開封となっております。なのでね、今回はようやくこれを飲んでいきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思うんですが、こちらのプロテインですね、気になる栄養成分なんですが、こんな感じです。200キロカロリーあってですね、まあ、プロテインが 22g となっております。結構ね、通常のプロテインと比べて、脂肪とか炭水化物が多めとなっておりますよね。ただね、まあ、僕もね、まだまだプロテインのこと知らないなと、これを買って本当に思ったんですけど、世の中にやっぱりいろんなプロテインありますね。なんとなくね、こうマイプロテインさんをはじめ僕が使ってるプロテインって、まあ大体1食あたりね、100キロカロリーとか120キロカロリーっていう風に、まあ、自分の中でね、こう平均じゃないですけども、これが普通だって作ってますけど、まあ200キロカロリーのプロテインがあってもいいですよね。まあ、ただね、飲むタイミングだけは気をつければいいんじゃないかなと思います。逆に言うとね、筋肉をつけたい人なんかはこれおすすめなんじゃないかなと思います。もうすでにね、カーボ入ってますから。しかもですね、結構プロテインの種類がたくさん入ってるんですよ。それこそコンセントレートとアイソレートももちろん入ってますし、カゼインだったりミルクプロテインとか卵白のプロテインとか、要するにね、いろんなプロテインを混ぜて作ってます。いわゆるタイムリリース型のプロテインですね。そしてね、何がすごいってね、このパッケージすごくないですか。これなんていうのかな、かなり強気ですよね、このパッケージ。どこに置いてあってもこれ絶対わかりますもんね。日本ってあまりこうプロテインが並んでる棚ってこう見る機会ないじゃないですか、スーパーとかで。アメリカの方行くと、やっぱサプリメントのなんかコーナーみたいなのがあって、そういうとこ行くとね、これ審査6ってすごいんですね。その中でもね、目立つんですよ。商品のね、販売戦略としてアメリカなんか行くと、派手じゃないとね、目にも止まらないんじゃないかなと。プロテインね、すごい並んでると結構ね、目がチカチカするぐらいね、並んできます。でもその中でもこのね、審査6って飛び抜けて目立っているので、なんか変な言い方ね、どこにあっても分かるプロテインのパッケージングとなっております。一度見たら忘れられないですね。ちょっとごめんなさいね、話が長くなっちゃうんですけど、一番最初にこれ見た時は、僕はね、六本木の筋肉食堂さんでした。筋肉食堂ってね、筋トレしてる人には有名かもしれないんですけど、六本木店っていうのが最初にできたんですけど、できて僕ね、1ヶ月以内ぐらいで行った記憶がありまして、その時にね、この審査6がね、いっぱいこう並んでたのを覚えてるんですよね。その時からね、これなんだろうなと思って、もうパッケージがもう鮮明に覚えてたっていうのがあります。と言いながら数年飲んでませんでしたけど、なのでそういう風でね、今からワクワクしてます。話が長くなってしまいましたが、飲んでいきたいと思います。さあ、それではね、やっていきたいと思うんですが、今までですね、プロテインの動画ね、こっちのシェイカー使ってワイングラスにね、出すのをちょっとここでお見せしてたんですけども、まあ、前回ね、やった時にね、これだとね、泡立ち感が全然わからなくて、結構泡立ってたプロテインってあったので、まあ、今回からね、通常通りこの、まあ、透明な方で、泡立ち感とかもね、ちゃんとお伝えできればと思います。よろしくお願いします。プロテイン開けますか。あれ、開いてる。あれ、内蓋ないんですね。ないのこれ。いきなりこうやって出てきたら、なんか普通こうベリベリってね、紙のシールがされてるはずなんですけど、されてないんですね。びっくりしちゃった。ちょっとね、香りを失礼して。なんか微妙な感じがする。なんでしょうかね、香りはいまいちですかね。ただね、この審査6はね、かなり美味しいっていう、もう前評判がありますんで、かなり楽しみですね。スプーンどんな感じかね、見たいですね、スプーン。スプーン。これはダメですね。スプーンかなり奥にあるパターンですね。菜箸。結局手でやっちゃった。スプーンこんな感じになってます。まあ通常のスプーンかな。柄が若干短いのが気になりますけど、それではね、一応ね、測っていきたいと思います。ワンスクープあたりが 47g となってます。ちょっとすり切りで、あ、ぴったり。あ、すごい、すり切り 47g ぴったり。あ、気持ちいいな、こういうスプーンすごい好き。気持ちいいですこれ。
今のところスプーン抜群にいいです。これで 47g と1食分となっております。水の方がこのサイトとか見るとね、110から147ってなってるんですよ。ちょっと少ないですよね。通常ねマイオフュージョンとかだと6から8オンスで1スクープってなってるけど、審査6は4から5オンスなんですよね。なので水の量がね少し少なめになってます。ただねレビューを見ると結構ドロドロ感があるっていう風にもやっぱ書いてあったので、まあ、水が少ないからってことなんでしょうね。一応今回はメーカー推奨ということで 150cc で作ってみたいと思います。 150cc で 47g のプロテインってそりゃドロドロになるだろうっていう感じがしますけどねまあ入れてみましょうか。はい、プロテイン入れました。こんな感じです。で蓋をしてシェイクしたいと思います。あ、溶けはいいですね。これほらいい感じです。ほとんどもう溶けてるって感じ。なんか全然思ってたよりドロドロにならないですね。え、こんなに綺麗に溶けるの？確かに優秀ですね。ではオープンして、あー香りすごい。これは楽しみ。ちょっと前でやります。はい、それじゃあね、やっぱこれワイングラスで飲ませていただきます。あー綺麗だなー。あ、これ綺麗だなー。いやー見てください、美しい。プロテイン美しい。これいいですね。これテンション上がるな。うん、香りもいいし、それでは失礼していただきます。うん、まい。これはうまい。なるほど、ドロッとじゃないけど確かに、なんだろうな、粘度はありますね。思ってたよりも、なんだろう、これいい意味で言うとクリーミーな感じがするっていうか、あーシェイクだ、本当にシェイクに近い感じがしますね、やっぱり。うん、なんか変な癖もないし、これは美味しい気がする。あーなるほど、チョコの味も抜群に、なんかねチョコのコクを感じますね。これなんかサイトを見ると審査6で結構太るっていうようなサイトもあるんですよね。そういう風に言ってるブログだったりとかもあります。なんだ、コバエ飛んでる。コバエも美味しそうに感じたのかな。なかなかセンスあるコバエですね。でこれやっぱね太るっていう風に書いてあるところもあるんですよ。200キロカロリーありますんで、言ったらもうおにぎりと同じぐらいはあるんですよね。やっぱ美味しくて飲みすぎて太るっていうパターンもあるらしくて、なんかその気持ちわからなくもないな。これはね美味しい、本当にデザートだ。これはね一回は飲んでもいいかもしれない。まあ、ただね値段がね高いです。確かね6000円7000円ぐらいするんですよ。それで48食分なので、僕計算した時にね1食あたり150円弱ぐらいしたんですよね。なのでかなり高価の方ではあります。ただ味も日本人の僕にも合う味だったっていうところが今回ねすごい大きな収穫かなと思います。はい、という感じで今回は審査6について研究結果を発表させていただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。この動画を楽しめた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。研究員募集中です。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、ダシャッ。